はい、佐藤京也くんです。あった、あった、おっしゃ、おっ、えぇー、頑張って。はい、皆さんこんにちは、村岡正則でございます。今日はですね、鳥取県に来ております。飛行機の関係で出雲空港から走ってきました。で、今日はね、ちょっとシーバスをやろうかなということと、途中にテレビジョンさんのロケが入ってて、でまた終わった後シーバスやろうかなということで、道具満載でやってきましたね。いつもこんな感じで、まあ、ちょっとシンプルバージョンだけど、こんな感じで竿はね、11フィートの竿でも JAL だったらプラスチックの段ボール、もしくはゴルフクラブ用の段ボールに入れてくれるので、最近ロッドケース、バズーカとか使わずこれに入れてカウンターで渡してます。若干微妙な顔されますけど、対応のいいブランドスタッフの方だと笑顔でやってくれます。なお高橋祐介が一緒だとほぼ笑顔でやってくれます。で、なんていうんだっけこれ、なんとかボックスにライジャケ、帽子、グローブで、下にウェーダーですね、ウェーダーなんか入れて、擦り切り以下だったらこれもプラスチックの箱に入れてくださいって言ったら、プラダンですね、プラダンの箱に入れて運んでくれるんで、箱からまた出してってやってます。で、ルアーバッカンですね、ここにリールと基本的には必要なもの全部入れてて、だいぶあのね、磯用のバッグなんですけど、まあ、結局20なんで磯用バッグを超えられるバッカンがないかなと思ってて、まあ、最近のはこう2枚分だね。ここにね、小物ですね、絆創膏からスナップケース、ハサミ、ケンチ、それからなんか使いそうなブレードフックとか、あと輪ゴムとか、そんなの入れております。で、こっちにちょっとした小物ですね、予備用のラインとか、それからリーダーもショックリーダー、スムーズロックプラス、これトーレさんのリーダーなんですけど、めっちゃ良くて、普通の20ポンドの規格ってないんですよ。で、20ポンドの規格で同じ太さなんだけど22ポンドあるんですね。要は強いんです。34ポンド35ポンドぐらいのが38になったりって感じで、非常に中途半端なラインナップなんだけど、要は、強いのがいいですね。急遽催した時用の潰したトイレットペーパー入れとか、鉛チューンするためのウェイトとか、そんなのが入っております。これがハリケースですね。で、ハリケースは、スペースが足んないんで2種類の入れてます。例えば5と6一緒に入れるとはっきり言って分かんなくなるんで、2と5とか3と6って触った瞬間どっちかが分かるようなのを混ぜてこう入れると、6分割ぐらいでもなんとかなりますんで、ここにね、右端に、ステルフックを入れてます。で、まあ、カラーケースなんかがあって、リールがあって、ライトがあって、ルアーぎっしりですね。主に今回は海とのロケなんで、メタルジグとかジョルティとかルアーをいっぱい持ってきました。こっちにウェアつてももうだからジャージとフリースぐらいがあればこっちだけで釣りができて、残りは着替えと、あと途中自分はそのホテルでめちゃくちゃデスクワーク、するんですね。だからパソコンから書類とかいろいろ入ってます。そんな感じで、あ、来た来た、ちょうどいいじゃん。さあ誰でしょう、鳥取ナンバーの。あ、こんにちは。はい、佐藤京也くんです。よろしくお願いします。わさチャンネル初登場。あ、はい、そうですね。いきなりすいません、ちょうど撮ってたらすごいタイミングで、はい、さて早速釣り場に。いや、鳥取は空気が美味しい。いいね、秋晴れでね、はい、途中の田んぼも綺麗で、あー秋だなーなんて。テレビジョンさんと合流するまで、はい、あと1時間半ないな、1時間15分ぐらい、はい、ちょっとワンゲームやりましょうや。川だ、ここは懐かしいな、アピアタックバトルの舞台になった場所だ。ハマさんが釣った場所だよな。ハマさん対岸から、ハマさん対岸からだ、はい、あれかっこよかったな、浅い。時期的にはちょっと持ち合いには早いですけど、うんうん、流れがしっかり効いてるんで、はい、これテレビジョンじゃないんで、そこ解説モードですまあ一緒にやろう。いや、久々ね、タックバトル、ブルーブルーのタックバトル以来だね、はい、あれが5月末だっけ。そうで
だね。あれから5ヶ月か。放映された後結構反響あった。やっぱり反響大きいですね。佐藤さんですかみたいな感じで、まあ、SNS とか、うんうん、YouTuber でフォロワーも増えた。フォロワーもだいぶ増えました、ね。よかったよかった。でもあれ見ちゃうけどやっぱ俺たち釣りかけるまでは優勢だったね。バラしすぎたな。バイブレーション自体になってしまったので、うんうん、反省点かな。バイブレーションのバレ、いやでもね、俺なんかこう言い訳がましいんだけど、普段あそこまでバラさないん で見ててなんでだろうって思ったら、やっぱりあのバトルとかロッケ特有のさ、早い釣りになっちゃってんだよね。さっき出過ぎとか、だからかけられてないし、なんかね落ち着きがないなと思った自分見てて。まあ、あとあの高木さんの、うんうん、ナイトみたいな、あやったね、うん、全然バラさないで、あだよね。そうそう、だからそういうものなんだよ。そういうものなの。ラボット120いいね。ちょっと入らない。じゃあ夜は全然バラさなかったんだ。そうですね、高木くんも。高木くんも、高木くんも全バラしぐらいバラしてたもんね。復習で。うん。一人で回った。復習で、はい。その時もバラさないです。ああ。砂パンチ聖地になった砂パンチ。あっちゃった。後から見ると、うん、恥ずかしいところもある。しゃーよっしゃーよっしゃーよっしゃー、これが大きい。あれも気合のなせる技だから、はい、ここまで喜べるっていうのはバトルじゃないとなかなか。そうだね、はい、絶対そうだと思う。バトルとロケ最終日だと思うよ、多分。あのサイズで心からガッツポーズできるのは、ブルブルはあの笑顔でガッツポーズをねテーマにやってるから、そこにね追い込まれるっていいよね。まあ就職はしたの？あ、はい、一応経験させてもらって。なるほど。一周回って介護に戻って。あ、介護に戻ったんだ。小鉢と一緒だ。まあいいよな。いや尊い仕事だよ。今度は休みやすい。前はあれでしょ、休みがなかなか取れなかったのと、なんだっけ、島根県に行っちゃいけなかったんだっけ、コロナのせい？はい、うんうん、広い時はその県中部から、うんうん、すごい嬉しいわけですね。まあ釣り人にとっちゃ きついよね。中海釣れてるってもね、はい、指くわえて見てるしかないんだもんね。ちょっと出しに行くぜ。階段の落ち込み、風が強い。あー右だ。いや気持ちいいな。今年全然できなかったよ、清流シーバス。1回2回ぐらいシーバスジャーニーがなくなって、あれが何気に年2回ぐらいこういうとこやってたからさ、めっちゃ癒されてたんだ。もう今はだいぶ釣り行きまくってんの？そうですね、だいぶ、よりも倍以上には、うんうん、釣りしてるっていう、うん、メンタルが やっと大事なんだ。そういう感じになった。釣りがないと生きていけないことに気づいたんだ。じゃああれじゃん、釣りプロもね、またしっかりやっていきたいっていう意思が明確になったんだよね。なんかそんなこと言ってたよね、はい、地域的にはさ、やっぱ人口の少ないとこだから、はい、なかなかハンデはあると思うんだよね。こうあのやっぱさ、なんとなくみこしなんだよプロアングラって。だから地元、例えば東京のアングラはさ、東京のアングラに担がれるから、はい、なんか全国にさ売りやすいの、はい、だからやっぱ人口の少ない地域の人っていうのはどんなに釣りっていっぱいあげててもさ、はい、なんとなく全国の偏見なんだけど、まああそこだからアングラ釣れるんじゃないかなみたいな感じで、すげえに繋がらねえんだよね、この人すげえなみたいな。だけどまああの熊本の山本くんみたいにさ、はい、バトルとかでやっぱ、いやこの人ちょっと違うかもって、あ今ギラって言った、ガオツの人いた、いた、あの深めにいた、あのちょっと前、うんうん、560だけど横もギラッとしたな。バトルで他の方の釣りを見れたって、うんうん、一緒に体験できたっていうのがすごい、うんうんうん、すごい引き出した。なるほどね、すいませんね、俺は下手くそでしたね。でも釣りプロねやるにも小鉢が
ブルブルでもね、介護職業で、はい、ちょっと筋肉系で売り込んできたから負けらんないじゃん、ちょっとおでかさじゃちょっとかなわないから、なんだ、質でな、質で今度俺がなんか企画スタジオが筋肉3番勝負っつって、1つは腕相撲みたいな、もうパワー勝負で、そこは負けるけど、はい、なんだろう、例えば階段100段上りぐらいだったら50メートル走とかなんかね、やっぱりジラって判定した時に同じルア投げて出る可能性はかなり少ないの。ルアチェンジして投げんだけど、それもすぐ入れるよりなんか 4,5 分休ませて、ちっちゃくか細くにして、はい、でよりゆっくり店に行くとバーンって出たりするんだよね。細い方が、特にこの状況だとね、本当は細いトップが欲しいよね、はい、水の中にあると見切られるじゃん、この透明度は。だから細いなりのジャーキングとかね、ジャーキングはすごい動画の反響もあって、みんなやるようになった。やってます、はい、釣れてる。まあその人にもよると思うんですけど、やっぱ物に釣る方はすごいな。ただ地域柄もあって、うん、中海ではそのジャーキングでしっかりはまるけど、うん、こっちのチューブでは、うん、なかなかはみにくいっていう方も多いですね。池回りバトルの時も映像には残んなかったんだけど、はい、2回行って、はい、確かほんちょっとだけやったんだよね、はい、だからやっぱバイブレーションが強いで釣れてますって地元の人がなんか教えてくれたんだけど、はい、あのバトルは確か24時間だったから、はい、24時間とかもう時間がない状態だったから、あの流れのないのかでバイブレーション引いてられないと思ってさこれは耐えられないと思って、ここで勝負すると負けるなと思ってやめたの。だけどその時思ってたのは、ジャーキング、はい、早い仕掛けすんなら面白いかなと思って、はい、やってみたいなと思ったまんま結局やらずに、はい、なんかちっちゃい川、何川だったかな、ガモ川だった、ね、はい、あそこにサヨリで確実にボイルしてるシーバスがいたんで、はい、まあ、あの時も確かバトル中言ってたけど、一番難しい釣りだからリスクあるけど、あれを食わせりゃ勝てるとか言ってね、はい、なんかカキに言ってたじゃん、やる気スティックとかね、いろんなルアーの針を変えまくって、はい、その辺行ってみよう、はい、もう鳥取県のアングラーの人から、はい、まあ、あのアピアバトルが大きいからか影響があったからか分かんないけど、鳥取来てくださいっていうのはすごい多いんだよね。なんか全国の中でも多いの、なんかリクエストが。島根じゃなくて鳥取の、鳥取が多い、まあ、その人口の割合に対して絶対多いと思う。だから暑いアングラー多いのかな。多いですね、結構意地っぱりな方も多いですけど意地っぱりな なんかご苦労されてそうなあそこなんか怪しかったですか。どこ、あそこの岩が出た数メートル、うん、下流側ですけど、うんうん、なんかいた、ちょっとポフってなっちゃった。あ、出た、もしかしたらウグイとかかも。エスケーパーで釣れた時はすごい気持ちよくてスパシパンで、はい、バーンってね。エスケーパーどっちかといえばこう海の、はい、オートシーバス の、 あのビッグベイトでエスケーパーも使ってくれてる人多いんだけど、はい、なんか俺個人的にはこっちこういうフィールドがイメージなんだよね。やっぱりブルブルないじゃんそういうプラグ、はい、だから結構いろんなの各社の使ってて、はい、エスケーパーのなんかクイックさがすごい制御なんかハマるなと思ってて、はい、その協約はどんなプロを目指してんの。まずはやっぱりサインで、サインで、はい、サインといえば俺ぐらいな。そうですね、サインといえばやっぱり名前が上がってくるアングラーにはなりたい。なりたい、まあ、そうなるためにも釣り場に行って、うん、話しかけられるようなアングラーの、うんうん、加藤さんですかって、うんうん、どこいただけるような、うんうん、アングラーになっていかないと、うんうん、やっぱまず第一にやったりとか。そうだね、はい、話しかけられるってどこから始まるんだろうな。憧れやっぱり、まあ、あと知ってるとかね、はい、まあ、やっぱ人としての関心だよね、話してみたいっていうね、はい、話しかけられたくない人ではないんだ。ではないです、はい、どんなに試合でも。いや、まあ、そこは、はい、話しかけていただいて、鳥取の皆さん話しかけてあげてください、はい、俺一回さ、はい、キューエド川っていうすごい大きな川の河口で、
エントリーから10分ぐらい歩いて入るところの釣り場があるので、そこでやっててこう1本釣って、当時 10年ぐらい前だからまだデジカメで写真撮ってさ、ブログ上げる時代にパシャパシャ撮ってたら、上流にいた3、40メーター上流にいた人がさ、何で釣れたんですかみたいに近づいてきて、で俺がなんとかですって、あ、もしかして村岡さんですかとか言って、はい、あ、どうもみたいな感じでやったら、あーとか、村岡さんがいるぞとか、とか言って、上流にいる2人のアングラを呼んでんの、それで2人のアングラも、とか言って、今から行くとか言って、で、いや俺釣り戻りたいんだけど、あの人たちがここに来るまでの10分間どうしようかなって、でもすごい興奮してて、まあ、それはそれで嬉しいし、でも地合いが過ぎ去っていくさ、ウェディングなんて一瞬だから、もう東京湾の河口のウェディングなんてさ、そこの10分間がええー、みたいな感じだけど、なんかねその時はあのなんだファン対応を選んだんだよね、それを思い出す。村岡さんを偶然見かけたら、そうなると思いますけど、ね、僕も多分そうすると思います。本当に最近はね、 LINE があるんで、はい、1人声かけられて、はい、ってなると大体その場でやってるとその後続々来るんだよね。で絶対ここで村岡さんを見たっつって釣り仲間に連絡がいって、はい、すぐ来れる人たちがまたすごいんだけど、続々集まる時が多くて、あ、私も基本別にあの声かけるなオーラだ、あ、声かけるなタイプでありませんので全然お声掛けください、むしろ釣れるとこ教えてくださいね。あー、エグイド、エグイド、エグイド 110S、はい、お、すごい、私エグイド開発中、そんなに流れてないんだね、はい、風でね流れてるように見えるだけだね。あった、あった、おっ、110すげえな、あー、おーおーおー、もうこれで山陰といえば佐藤京也の名が一歩近づいてきたんじゃないですか。ぜーい、いいね、いい鈴木、いい鈴木、釣ったらすぐ蘇生、釣ったらまず水の中、ずっとだったな。もうこれでさらに110Sのダートアクションが、ただ巻きでもめちゃくちゃ強いんだけどな、はい、そのジャーキングして、そのなんかストップ感が落ちてくるじゃないですけど、ちょっとやっぱり止める間、そうだね、間が、ね、なんかその水平でふわーって止まってる時間を、なんかすごい強くて、そうだね、はい、今もなんかそういう感じで、やりましたね、まさか一発で来るかもしれない、一投でな、すごいな、まあ、ちょっと見せてください、いい、いいね、綺麗だね、上げて、上げて、おやる、はい、こっち写真も撮ろうか、写真ねえ、釣りビジョンさん待ってる間に釣っちゃうのがすごいじゃない、はい、 OK、 声優リリースします、あまり濁りを出さないように、おめでとうございます、いいなぁ、なんか今回のロケ行けそうな気がしてきたな、いきなりできすぎてるんでねえ、怖いね、バトルで成長したね、いいわさっチャンネルだって YouTube だけどね、はい、まあまあの人、ね、
何万人も見てくれるから、はい、コーチなんかガチガチだったけどねバトルで村岡さんと一緒に始めてきたんで、うんうん、体も硬いくせになんか心まで硬くなって最初でも僕もバトルの時は村岡さんに会った瞬間もうカチーンって語るだってコメント欄でさ最後まで見るといかに初日佐藤さんが緊張してたかよくわかる動画ですとか言ってコメント欄何も書いてあったからもう残るじゃなかった本当ねそのプレッシャーの中いいっすねでグリードは、うん、あのなんか青さん、うん最終調整しなくてそうだね俺と青くんで最後決めたこの浮力はキリライのなんかフィールドごとでさ、はい、合わせてたらだからもう絶対的に東京湾奥の2月3月の泊、はい、で合わせれば自分が今までいろんなとこで見てきた泊パターンで、はい、まあ、比較ある程度合うだろうってなるけど例えばこういうとこで引いちゃうとさ、はい、もうちょい浮いてほしいなとかなっちゃうわけだけどそれ言ってたら切りないからちっちゃいプラグは、はい、俺と合うんで間違いないこれが東京湾ではボコボコ出せるっていうのを出してでそこからさらにシンキングとか、はい、例えば自社工場で作るからいろんなウェイト違いが出しやすいじゃない、はい、だからそういうニーズに合わせて特殊仕様を作っていくっていうのかなそういう感じで考えてる僕もエグイドでだいぶいい思いさせてもらって、ねね、いや絶対田舎海新事故、はい、翡翠湖に合うんだよねめちゃくちゃいいですで多分東京と塩分濃度変わんないしバッチリだと思うしここの川はアジは多いのまずアユ釣りの聖地とか聖地なんだ、はい、中部ではやっぱり、うんうんまあ、ここぐらいしかないのでなるほどただやっぱり昔に比べたら水も少なくなって、うん、風の自体もやっぱり少なくなって減ってんだじゃあんまり落ち合いパターンでバッカバカ釣れるっていうのはなくなってきちゃったいや、ありますあるんだ、はい、もうちょいあともうちょいあとですね落ち合い楽しいよななかなかハマんないんだよね日時なんとなく合わせてきてもさちょっと早かったりちょっと遅かったりさ遠征組にはきついよね落ち合いとハタハタ結局さその時行ける人しか難しいよな本当この川幅だったらこの野郎とかも強そうだよね俺がいた高校はさ野球部の時さグランドだったの河川敷のヒバリ、はい、この鳴き声がさ、はい、BGM なんだよねあどこに俺がいたセンターなんてさどこかに巣があるんじゃないかってくらいずっとさ、はい、ヒバリに囲まれて守ってるみたいな感じでさピヨ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 言っててさ俺センター俺センター僕もセンターだあ本当に、はい、センター兄弟外野希望で入部して、うん、でちょっとの間ショート守れって言われた、うんうん、そしたらちょっとザルすぎてやっぱり外野に戻されて、うんうん、結局はセンターだだよな俺もショートが良かったんだけどやっぱ俺の実力じゃあなんか僕はショートだと、うんやっぱり守備のことで頭がいっぱいになっちゃって、うんうん、本当はライトぐらいで、うんうん、バッティングに専念したかったんですけど、うん、俺足が速くて、はい、フライ際がすごい強かったのフライ感とだからもう監督の俺のセンターの守備範囲の指定する広さは絶大でもうライトが穴だったんでライトはセンター方向は手を出すのみたいな感じで全部村岡が処理するから基本ライトはもうセンターのカバーに回るみたいな感じでどう見ても打った瞬間これライトフライだよなっつってもさライトは俺の方見つかるしこれ俺が飛んのみたいな感じそんな感じだったけどでも野球部楽しかったな結構厳しい高校だったの厳しいというかまあどっちかというと、うん自分たちでやりなさいああなるほど、ね、いう感じでしたので練習はハード練習自体はハードじゃないですけど、自主練習、うんうん、好きというかただ練習しないと不安になってしまう、うん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 、朝起きて素振りして早く学校行ってなるほど羽を投げてもらう、うんうんうん、で早弁して昼休憩またその羽をして練習って感じ懐かしいなでも俺もねなんか今こういう立場になってたまにさその経営者の集まりとかで呼ばれて、はい、先生じゃないけどやっぱそんな立場でさ、はい、いろんな人に話したりなんか聞かれたりするときに、まあ、秘訣は何ですかって話になるんだよね、はい、でその時行動力だったりさ人と違うことする
センスじゃないけどそういう恐れないこととかもあるけど、はい、究極体力なんだよね。人の倍働けたっていうさ、自分自身は別にだから能力が高いとは思わないんだけど、人並みだったとしたら、はい、人の倍働いたら2倍優秀なわけじゃん、はい、ちょっとした気を回さなきゃいけないとか根回しなきゃいけない、もう倍あったらさ、はい、考え尽くせるじゃん、あの人も抑えとこあの人も抑えとこっつってさ、それに尽きるなーなんて思って今ひばりの声聞いてて、この空気感といい なんだっけっつって突然高校野球のことを思い出して、俺の母校も昔はスパルタ的にもう軍隊的にやる高校だったんで、俺のとこは今のうちの母校はその楽しくちゃんと自主性を持ってやるっていう風にやっぱ今らしいさ教育になってて、だから笑顔が出てていいんだよね見てて、俺もこんな野球がしたかったなって母校の応援に行くために思う。だからそれはもうね時代じゃないと思うんだよね、はい、思うんだけど、一方であれがすごいメンタルとか精神面を鍛えるところもあるじゃん、理不尽だから、はい、いざ働いたりしたらさ不当な言いがかりとかえなんでってことはいっぱいあるわけでさ、はい、なんか昨今見てて、はい、いい才能を持ってんのに20代のね若者で俺と関わっていろんな人たち見てると、いい才能持ってんのにメンタルがねなんか豆腐なのってことで気持ち落ちちゃったりしててもったいないなっていう。でもあの釣りのメンタルはもう経験が全てだよな。いや俺も一回千葉テレビのロケで8連続バラしたことあって、ゼロキャッチからスタートして入れ食いなんだけど8連続バラした時、一回釣り竿を投げ捨てる気分だと思うね、テニス選手のように、えどういうことみたいな。でもあれもだからもうテンパっちゃってんだよね、だって編集するんだからさ、はい、別になんか焦る必要ないのに全国何十万人がカメラのレンズから見てるような追い込まれ方するじゃんカメラレンズって、はい、今思えば製品が増えてきて全部持ってこれなくなってきたよ。だからなんか持ってきてないのが使いたくなる時が出てきた。ここ釣れそうですね、あんまり近寄っちゃいけない気がするな。流れ渡ってないか。去年の秋が自分が病気して手術したこともあってさ、はい、ほとんど釣りできなかったから、もうこの秋楽しくてさ寝る間惜しんでひたすら釣り行ってるって感じ。釣りが楽しくて過去一ですね。またねこうバトルとかで、はい、なんか成長したいって思うとただ釣ることだけが楽しかった時を超え出すもんね。技術を磨くんだとかさ、引き出しを増やすんだってなると釣ってるだけだといずれ飽きちゃうじゃん。だからやっぱみんなねいろんな釣りを覚えていく、プロも一通りねできないとダメだから、テーマ見つけてやると楽しいよね。さあてなことでトーク主体の一本清流シーバス動画でした。佐藤京也くんでした、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。